2002年の台風のデータ、台風の発生数は26個と平年並みであった。8月末までに17個の台風が発生し、平年よりやや多めであったが、9月と10月に発生した台風が計6個とやや少なめで、全体ではほぼ平年並みとなった。日本に接近した台風は十三個、上陸した台風は三個であり、上陸数に関しては、 個数だけを見ると発生数と同様に平年並みであるが、これら3個の上陸台風は台風銀座と呼ばれる九州や四国、紀伊半島などではなく、いずれも関東地方に上陸して首都圏を直撃している。関東地方に年間で3個の台風が上陸したのは1951年の統計開始以来初めてであった。 ちなみに、この年のように、関東地方を複数の台風が直撃した他の年の例として、1958年がある。この年には、台風11号、21号、22号の3個の台風が、いずれも関東地方やその近辺に上陸した。しかしこのうち、11号は、関東地方への直接の上陸ではなく、静岡県から上陸しての関東地方を通過であった。 ため、関東地方に上陸したのは2個であった。そのため、1年で3個以上の台風が関東地方に上陸したのは2002年が初である。このほかこの年の台風には以下のような特徴があった。20201.01W アガトン20 20 2 0 2 0 2 0 2バットバズヤン 20203.05W20204.07 WS パダ20205.09ワット、フロリタ 20206.08W グロリア6月29日にトラック島近海で発生後、勢力を強めながら北西に進み、7月7日には非常に強い勢力となった。9日に南大東島の東海上で徐々に勢力を弱めながら北東に進路を変え、11日0時過ぎに千葉県立山市付近に上陸。 その後鹿島名だから三陸沖を北北東に進み、11日21時頃北海道釧路市付近に再上陸した。その後はオホうツク海を経て12日0時に温帯低気圧に変わった。台風の接近と梅雨前線の活動が重なったため、日本列島の各地で大雨が降り、各地で浸水被害などが発生。6人が死亡し、 一人が行方不明となったほか、三十九人が重軽傷を負い、一万棟を超える家屋が浸水した。二十万二百七点一零ワットインダイ二十万二百八点一一、W ハンバロス二十万二百九点一二、W 二十万二百十点一四、W 二十万二百十一点一五、W カカ七月二十日に、日本のはるか南東海上で発生後、しばらくは、 精神していたが、沖縄の南東海上で楕円を描くような経路を示し、その後北上して、九州に接近した後に消滅するという、複雑な進路をたどった。20万 212.16W、ラガラグ20万 213.19W8 月11日に、ポナペ島の北東海上で発生し、アジア名、ファンフォンと命名された。台風は十五日に、 七島の南西海上で大型で非常に強い勢力になった後、進路を北北西に変えて進んだ。17日にはやや衰弱して強い勢力となり、18日に紀伊半島の南海上で北東に進路を変えた。19日に八丈島付近を通過し、次第にスピードを上げて東北東に進み、21日に北海道の東海上で温帯低気圧に変わった。 この台風により、床上浸水5等、床下浸水83棟の重火被害が生じた。20万21 214.20W20 万 215.21W8 月23日に日本のはるか南東で発生し、アジア名、ルーサーと命名された。台風は26日に、父島の南東海上で大型で強い勢力となった。その後徐々に北西に進路を変え、 29日に、奄美大島北部を通過。次第に、北へ進路を変えて、東、シナ海を進み、31日に、朝鮮半島に上陸した。その後は、北北東に進路を変えて、9月1日に、道半島の東岸にて、熱帯低気圧に変わった。20万 216.22W20 万217.02。 C20 万21 218.23W20 万21920万 220.24W20 万 221.25W9 月27日3時に南鳥島の南海上で発生し、精神しながら勢力を強め、9月29日には沖ノ鳥島近海の海上で中心気圧930ヘクトパスカル。 最大風速50メートル S の非常に強い台風にまで発達した。最盛期を迎えるとともに進路を北寄りに変え始め、徐々に加速し始めた。9月30日には東日本に上陸する台風としては戦後最大級と報道されるようになった。台風は速いスピードで北に進み、10月1日20時頃に三浦半島を通過し、20時半頃に 神奈川県川崎市付近に上陸した。速い速度で北上したため、勢力はさほど衰えておらず、上陸時でも、中心気圧960ヘクトパスカル、最大風速秒速35メートルの強い勢力を保っていた。1951年以降に、東日本に上陸した台風としては、平成16年台風、第22号、仮の川、台風、 昭和33年台風第21号に次いで歴代4位の強さである。上陸後は陸地に沿って北上し、関東、東北地方を縦断した後、10月2日6時頃には北海道苫小牧市付近に再上陸し、同日15時にサハリンの西で温帯低気圧に変わった。20222.26w10 月8日に、 エニウェ特島の西の海上で発生した熱帯低気圧が発達しながら北西に進み、10日にグアム島の東海上で大型の台風になった。12日に最も勢力を強め、南鳥島の西南西を通過後、勢力を弱めながら北に進み、14日に七島の北東海上で温帯低気圧に変わった。この台風により、熱海港北防波堤で、 高波によって十数人が海に流された。漁船等により17名が救助され、うち6名を病院に搬送された。このうち2名の死亡が確認され、その他4名は軽傷であった。20223.29W20224.03C20225.30W20226.31W12 20月3日に、 グアム島近海で発生し、アジア名、ポンソナと命名された。命名国は北朝鮮で、朝鮮語で、放線化を意味する。台風は、北マリアーナ諸島やグアム島などを直撃し、グアム島では全島に過去最大級の被害が生じた。この台風のアジア名である、ポンソナは、この台風限りで、使用中止となり、地順からは、ノールというアジア名が使用されることになった。 ありがとうございます。